回までのあらすじ。パチンコ人の片付けは国内伝統的に恋のレールを投入した。機内からの暗号を覚える。はい、で聞いとけ。画面出ます。どうせ腹立ちませんってば。変身だ。なんだあの動きは。先輩、うまく喋れるかな。どうせ天気の話になるんじゃないの。今日もいい天気だな。はい、土日は空いてます。明日も晴れるですよね。私もこのお店気になってて。ジャンボブルーの動くか。はい、土曜日にここで。話がとんとん拍子に愛の奇跡を見た。ワックスだけなんて別にいいのよ。汚れたボディじゃ女性に失礼ですからね。そういうのか。お前らいろいろありがとな。戦中だ。死後は慎め。でもせめて連絡くらい取らないと。いいから黙ってあいつに来て。どの道電波もねえんだ。中継アンテナが破壊されたらしい。どうかしてたで。俺は兵器だ。戦ってなんぼ、守ってなんぼだ。待っていける暇ねえんだよ。じゃあ天子さんは縁が願ったのかもな。命令だ。持ち場に戻れ。うん、知らなかったな。敵兵の部隊、来ます。敵兵。いやでも鉄砲でも持ってきやがれ。から先は突っ込んでいかさねえな。何がいい天気だよ。雨が降って矢が降って玉が降ってきたかと思ったらおまけに雪まで降りやがった。はあ、最悪の日だぜ。はあ、いねえよな。いるわけがねえ。別に期待なんかしてないけれど、12時間の遅刻だぞ。いるわけがねえ。はい、いないいない。ん？な、なんだありゃ。ヒューガルスキさん。千子さん、これ一人で作ったのか。はい、ダイヤ姫は北海道勤務で毎年雪祭りに駆り出されてたんです。久しぶりだったからつい没頭しちゃって。おおおおおお
なるほど、飯食いに行くんだってな。しかし今からじゃな。よかったらパチンコチンですけど。これは食えねえな。うまそうだ。